特に屋台のどう違うの日本の焼肉と。何でもある。お肉だけではなく野菜も漬物も。日本の焼肉はほとんどレストランで。なんか焼肉っていうとすごい高いイメージある。こんなのワンコイン。ワンコイン10元とか20元安い。ってことでじゃあ今日の企画は台湾の屋台の焼肉を食べてみよう。この動画を見る前にこのチャンネル登録して私たちのツイッターをフォローしてください。お願いします。ね、台湾でさ、東南の屋台の焼肉は一口一口ってこと。焼き鳥みたいな感じってこと。うん、そうだよ。焼き鳥ほとんど日本の居酒屋さんにあるよね。そうだね。でもちょっと高いイメージがある。一番有名なのは鳥家族。あ、鳥貴族。あ、鳥貴族、うんうん、一串300円。うんうんうん、高っ。え、高いのそれで。結構安いイメージあるけど。でも台湾の方が安い。本当。今日は老和夜市の近くにある焼肉屋台がある。じゃあ夜市来たら食べてみたい一品でもあるね。そう、バーベキューだよね。わー、うわー。じゃあ早く行こうか。はいはい。うず、忘れてた。バーベキュー。ごめんなさい、今日はバーベキューの存在だったね。はい、じゃあ早速食べようか。はい、じゃあまず最初。はい、これ。いただきます。うわ、早い。やった、これ。お尻は桃だよね。お尻は桃じゃない。桃。桃。このタレめちゃくちゃ美味しい。しかもお肉柔らかい、プリプリしてて油があるね。このタレ本当に美味しい。何のタレこれ。台湾式のバーベキュータレ。本当に美味しい。そう、さっきあの店員さん、いや店員さんじゃなくておじいちゃん、うんうん、おじいちゃん丁寧に肉を焼き、一本一本タレをつけて、また焼いて、タレをつけて焼いてってずっと繰り返す。結構待ったよね、15分ぐらい待ったよね。
一つ一つ丁寧にすごいやってくれてた。特にこのお尻の部分はめっちゃ柔らかい。おいしい。おいしい。今日私たち8種類が買ったよね。8串は230円。安い。日本でさ、なんか3串くらい買えるよね。コスパすごいね、これ。そう。じゃあ次。中は白いんだね。なんか豆腐みたいよね。これ中国語は豆腐。中にの白い部分はお尻入ってて、固め豆腐みたいで、食べ応えがすごいあるね。あとお豆腐にさ、タレつけても美味しいけど、これも元々の味がすごい薄いから、このソースがすごい美味しさが引き立ってる。ビールに合う。ビールに合いそうだね。はい、次はこれ豚の血の餅。やばい、今日の一番。ほんと？うん、美味しい。うん、これ私今まで食べた中で一番もちもちしてる。そう、しかも豚の血で黒いから臭みがあるのかと思ったら全くゼロだよね。そう、なんかすごい食べやすくて美味しい。もちもちの食感とこのタレがすごい絡み合って食欲をそそる味。これは台湾だからこそ味わえるバーベキューだね。じゃあ次は、うん、これ日本もないよ。なんだろう。じゃじゃーん、これ。これ何？台湾式の天ぷら。この天ぷらはよく焼肉とか唐揚げのお店もあるよ。お店もある。へー。ん？え、待って。美味しすぎる。天ぷらというとさ、衣で揚げたエビとかそういうのを想像するけど、これあれだ、練り物だね。練り物が天ぷらってこっちでは言うのかもしれない。ソースと合いすぎる。これ食感も最高。なんか焼いてあることによってより天ぷらの美味しさが増してるかもしれない。うん、うわっ、めちゃくちゃ柔らかい。いや、困るよ。さっきの豚の血もちが一番なのか、これが一番なのかね。困るよ。しかも大きいから結構お腹にたまりそうだね、1個で。うん、しかも安い。全部に230元。豆腐しあたり30元ぐらい。こんな大きくて100円だったらもうありがたすぎる。そう、これ本当に美味しい。美味しいね。じゃあ続いてソーセージ。美味しそう。ねえ、聞いて、これソーセージの中にも少しお酒が入ってる。めちゃくちゃ美味しい。台湾のソーセージ本当に甘いの。多分日本のソーセージに慣れてる人は台湾のソーセージ食べたら本当にびっくりすると思う。甘みが強くていろんな味があるよね。これは特にお酒も入ってるし大人の味だね。うん、しかも焼いてるから周りがすごいパリパリしてて、うん、さらに美味しくなってる。うん、うん、一瞬にしなくなっちゃった。じゃあ続いて、うん、鶏皮。あ、定番だよこれ。そうだね、日本の定番。もう逆、日本でさサクサクだよね。うんうん、これめちゃくちゃ柔らかい。コラーゲンって感じかな。日本の鶏皮よりも分厚くて鶏皮の食感もすごい楽しめるね。そう、でもそんなに油がしつこいわけではなくて本当食べやすいよね。うん、なんで美味しいよこれ。私好き。なんかもうこれ本当に並んだんだよね。やっぱ美味しいのみんな知ってるんだね。ネットってなんか人気がある。なるほどね。ラオフ夜市の中にあるんじゃなくて周りにあるんだよね。
だからみんな知ってないといかなそう。しかもこのお店は1週間が3日間だけ、4日間はお休みなんだ。そう、金土日だけ。なるほどね。多分おじいちゃん疲れる、大変そうだったもんね、すごいいっぱいで。じゃあ次のやつは、バナナ、キノコ。実は4個がある、中に外れちゃってるんだね。そう、うん、どうしたの？本当に美味しい。これ焼いたことによってキノコ汁みたいなのがブワーって噛んだ瞬間に口の中に広がるの。焼いてるからちょっと焦げ味みたいなのもあって、もう本当に美味しい。ちょっとサクサクしてるの周りが。私あんまり野菜が入ってない。一口？一口だけ。いただきます。ごめんちょっとごめん、マナが食べる、ごめんね。いや待って、美味しい。キノコの世界にトップだよ。もうトップだよ。そう、キノコはこの美味しい部分が残る、なんか悪い部分がわーバイバイって。そう、焼いた時に消えちゃったんだろうね。そう、美味しい部分だけ幻。つづ、最後になったね。そう、もう最後だ、これ。あ、実は私これは何かわからない。多分ゲテモノ。そうだよね。じゃあいただきます。はい。わからん。わからん。うわ、コリコリしてる。うん、コリコリしてる。砂肝みたいな味。だからもう食感が砂肝。でもこの形って砂肝なのかな。そう、砂肝。砂肝かな、これ。そう、砂肝の味が内臓の味があるよね。で、これ全くないよ。だからさっきが、砂肝？もうやっぱり砂肝。しかもそんな大きいの。食べ応えもすごいあるし、でもこのお肉自体には臭みはないんだけど、さらにこのタレの風味が強いから、多分その臭さがもしあったとしても消えてる。大満足。このタレも全部と相性いいし、一つ一つの食材が全部美味しかった。いや、今日はどっちの方が一番、本当に迷う。どうしよう。え、キノコ？キノコの可能性 90% ぐらいあるかもしれない。私は台湾式天ぷらと豚の血。私もそれなのよ。豚の血かキノコ。最初食べた時一番だって思うじゃん、また一番出てくる、また一番出てくると思って。嘘つけよ。嘘つきみたいだよね、これ。でも本当に感動する美味しさだね。じゃあ最後の一口をいただきます。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。大満足だね。800円ぐらいで2人で食べれたから、1人400円でバーベキューを楽しめたってことかな。もう私もう満足。全部本当に美味しかった。野菜も美味しかったし、ゲテモノも美味しかったし、あとお肉も美味しかったし、でもやっぱり台湾だからこその豚の血とかゲテモノとかもそうだし、それはなんか台湾に来たら味わってほしいかな。必ず食べてほしい。もしあとじゃあラオフ夜市に来たらぜひ行ってみてほしいね。というわけで今日の動画がおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。この動画が好きならこのチャンネル登録してグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもあるよ、フォローしてお願いします。それじゃあバイバイ。